24歳、僕の目は突然、完全に見えなくなった。もちろんショックだった。でもそれは絶望ではなかった。目が見えなくなった人生、それはまるで新しいゲームのようだった。目の見えない生活はむっちゃくちゃ刺激的で、何をするにもワクワクドキドキして楽しくて楽しくてたまらなかった。失明は僕をたくましくしてくれて、夢を持つこと、そしてその夢に向かうためのいいきっかけになったんだ。失明、素敵な出会いで僕の人生はカラフルに色づいた。不便なことはもちろんある。でも不幸じゃない。心で見なくちゃ物事はよく見えないってことさ。肝心なことは目に見えないんだよ。星の王子様より。そう、見えないからこそ見えてくる世界がある。失明したからこそ知ることができる世界がある。さて、この続きは皆さんがお読みください。